セット。こんな入ります？おお、すげえ。これ買います。あ、これいいな。インテイ配管するときとか長も長距離やるときには使うようにしてますね。VA とかですね。そうですね。これ VA 用なんですか？ちょっと VA 用ですね。ナーベル、はいはいはい、ターンテーブルで、これが種類がいけるやつ、ね、このオレンジのやつ、めっちゃ便利ですよね、これね。これ便利ですね。ソーキングセット、こんないります？あ、うん、スリムダクトの色に合わせてってことですか？そうですね。ハウスメーカーによっては直接揉むと、水漏れする時もあるんで、ははビス打つ前に入れとくってことですよね。全部編成なんですね。ほぼ編成ですね。上から塗装が塗れるようにってことですか？そうですね、うん、結構ハウスメーカーの指定でもこの編成使ってくださいっていうようなのもありますね。空調屋さんあるあるなんですね。値段に3倍するんですよ、普通のコーキングと。ウレタンみたいなもんですよね、これ ね、 編成ね。シリコンシーラントの3倍するんですね。2-3倍ですね。またこれが、まあ、安物ってことですよね。まあ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 、まあ、200円ぐらいですもんね。200円、新品ぐらいの時もあるんかなって感じですね。あれ5、600円それはいけるのであればこっちで行きたいですよね。できたらね。そうはいかないです。いかないです。あ、これいいじゃないですか。スチール。はい、スチールです。何これ？これどうやって使うんですか？これ腰に引っ掛けながらできるんですよね。へえ。慣れめっちゃ必要なんですよね。あ、難しそう。出すの難しそう。便利だと思いますけどね。おお。すげえ。いつもスチールって一回先ね、全部出して、3、4m 出してから、はい、入れなあかんから二度手間っていうか、収納は。収納ちょっとあれなんですけどね。収納はスルスルいけないんですね。いけないですね。あ、でもこれいいなぁ。これ電算ですかね、確か。いくらぐらいですか？でも1万、いや、結構いい値段はしたと思うんですよね。ちょっと正確に覚えてないです。これ買います。型番が BX4030J、 また概要欄に貼っておきます。これ何なんですかね。これはもうケーブル巻くのに使ってるんで。もともと延長コード巻きみたいな感じで売られてるんですか、これは。そうですね。あと、まあ、ロープとか巻いてる。はい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 。僕はあんまりロープ使わないんで、はい、これで延長コード使ってます、ね。あのドラムじゃちょっと使うのが面倒だなって思ったりしね。これなんですか、これ。これ？これはレクセルって言って、これも編成シリコンですね。何これ？高そう。700円ぐらい。あ、でもそんなもんなんですね。便利です、ね。何が違うんですか？透明なんですけどね、はい、これも編成シリコンなんで。あーはは、塗装が上から塗れるってことですか。そうです。手で絞れるんで、いちいちガンがいらない。そうなんです。一応あれでも売ってるんですよ、編成シリコンのクリアっていうのが売ってるんですけど、はい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 、いちいちガンで出さなあかんのと、1本1000円、ガンのタイプだと1400円か500円ぐらいしたと思う。荷物も減らせるしね。そうですね。ちょろっとやるぐらいだったらもうこれ入れといたら、ね、めっちゃいい、めっちゃいい。いいですね。結構便利だと思います。顔お菓子お買い上げです。これまた概要欄に貼っときます。その概要欄を見に行って買います。すげえ。ビス、ハンマー、そうですね、これも雑用で入れてます。あ、ちょっと今日使ったんで、はい、それちょっとまだ片付けてないですね。あ、すいません、余計散らかして。あ、この辺に金物、ね、加工系ですね。なんぼシリコンあるんですか。かなり心配性。これいいですね。フィッシャー。フィッシャー。短くて。これ1.85m。これ腰道具に入るぐらいですね。あ、ほんますね。ね、いいですね。便利ですね。これもいいですね。脚立の。そう、脚立臭。エアコン屋さんはこれ必須みたいなもんなんですか。必須ですね、僕的には。フローリング傷つけないとか。まあ一応。養生はしているんですけど、ちょっとした時にやるのに便利。お客さんとしても安心ですよね。そうですね。ここまでやってくれてんやみたいな。僕ら室内入ることが少ないんで、こういう土間なんでね、いつもね。いくらぐらいなんですか？何ぐらいだったと。4本で。4つで1000円。ジョブ JKY1。 これでもこのまま脚立にしてはります？あ、これ強い。これはマーベルですね、ジョブ。あ、これいい。あの普通にホームセンターとかで600円ぐらいで売ってるやつは、ね、ここ何もなくて、そのままやったらキャタッシュ破れてくるんです。で、僕らは一回雑巾畳んで巻いてからこのキャタッシュを履いてたんですけど、はい、このキャタッシュめっちゃいい。これはこれだけでいけるな。おしゃれですね、見た目ね。いいですね、可愛らしい。あ、デンさん。デンさん、まあこれもあれだ。なんかより大事ですね。うん、確かにね。
え、これサビ違うんですか？違うよ、サビに強いんで。あ、ほんまや、ステンレスよりもサビに強い、はい、え、ゆうさん、こんなあるんですか？ステンレスよりサスにサビに強いけど、ステンレスじゃない。知らないです。これくっつくんですか、磁石とか。どぶってことでしょうね。新品どぶって、そんなガチガチ、おぉ、すごい。え、めっちゃいい。これ外部用で、これも買おう。ステンレスより安いんですかね。安いですね、全然安いです。旅に強いコースレッド株式会社大里。カシー、これさらっと紹介お願いします。あ、マキタの真空ポンプですね。一般的なやつです。ド素人底辺 YouTuber がするとこうなります。まあ、これめっちゃ便利ですよね。そうですね。で、充電でいけて。そうです。安定のタスコですね。ホルソンもいっぱい持って貼ります。いや、さんや。ミヤナガの S ロックシリーズなんですけど。はいはい。DL コアとか。DL コア。これが普通に小高でよくお店で売ってるやつなんですけど、ウッディングホルソンなんで、簡単な。まあ、ちょいした木とか、はい、やるのに便利で、こんなんで、こんなんでって言ってあれですけど、木切れるんですか？あ、大丈夫です。ツルツルやのにね。エアコンの穴開けるコードあると思うんですけど、それをちっちゃくした感じなんで。はぁ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 、楽しい。これはチョークとかです。こんなでかいの使いはるんですか？使います。お医者さん使いますね、地積みとかで。地積みっていうのは、あのパッケージアイコンとか上にするとかなったら、はははこのここみたいなのを地面に行ってレーザーで上飛ばしたりするんで、結構便利です。こんな長いの使うんですね。結構使えます。あとは点検口作る時とかやりますね。空調屋さん奥深いですね。これが真空系なんでちょっと違うんです。はぁ、それで圧がかかったらもう一発で壊れちゃうんで。へぇ、扱いが難しいかな。まあ引くだけだったら問題ない、はい、でも結局デジタルの方がなんかこう微弱なやつが結構すぐ見えるんで良かったりしますよね。やっぱちょっとやっ動いてるかどうかが分からなくなったので、はいはいはい、長時間やんないといけないときはつけっぱなしにしときますね。この辺に釣り名人とかがあります。で、この辺に電線とかね、空調とかので使うんですかね。めっちゃあるな。あっちゃった。これはスコッチって、何それ、何それ、 AE の細い線の圧着、はいはい、あ、そういうのに AE 用の圧着、 AE 用とか、細い、ちょっとやってみましょうか。ちょっと実演講座始まります。パッケージエアコンとかするときは、はい、これではないんですけど、はい、一応まあリモコン線、通信線で引っ張ったりはするんですけど、はあはあはあ、あ、へえ、赤字にも関係ある分野なんですね。まあ一応そうですね。こんな細い線の使いはんねや。こんな感じです。あー、2個入れるとこがついてるね。そうそうそう。これ3個用4個用とかもあるんですか？ないですね。これジョイント用だけ1対1こうやって入れて、こうやったらまあ何でもいいですけど、これは専用のやつなんで。ほうほうほう。これをやってる。なんかペンチでも良さそうな気がしたんですけど、基本的にこれ、あ、でもちゃんと止まるんですね。そうですね。で、この中に液体みたいなのが入ってたんじゃないかなと思う。はい、確かに直線スリーブ剤みたいな液体が中で導電しないようになるんですね。はい、スコッチロック、こういう細い線触る人はぜひ使ってみてください。とりあえず面白くしたいです。電気屋を